Hiro-san. Hi. I'm off to the Kochi Kencho. Well, now we are going to the Sukumo City. All the way in the very southwest part of Kochi. Yes. And we got a huge surprise for you guys. Mm-hmm. Something I'm so looking forward to seeing and sharing with everyone. Right. So next 5-6 days, we are going to be going to a different place to place. Okay. Our journey just started. Yes. Yes. Okay. Let's go. Let's go to the first one. Yes.会社の伊豆谷と言います。まあ、この会社の代表取締役をやっております。15年前に、高知に帰ってきまして、それまではミュージシャンをやっていたんですけども、15年間、ここの会社を、うちの親と一緒に、経営をしております。この会社の7代目としてやってるんですけど、もともと創業は大阪の堺で、江戸時代にお酢屋をやってたというところから始まってます。まあ、お酢屋をやってたその延長で、おぼろ昆布とかの加工に行ったんですけど、その昆布の加工に入ったのは明治元年からと聞いてますので、約155年以上の歴史があります。まず毎月なんですけど、約200キロか300キロの、真昆布を仕入れております。仕入れてですね、季節ごとに漬け込んでいくんですけど、一番すごく、気を使うのが漬け込む時間です。これは、季節の温度であったり、雨の日であったりとか、そういった湿度とか、その辺を、敏感に漬けるものが感じ取ってですね、その季節に合わせた漬け込み時間を行っております。季節によって違うんですけど、夏場ですと、実際も 2,3 分も漬ければ、大丈夫ですし、逆に冬場ですと10分ぐらい漬け込んだりもしますんで、何でコントロールしているかというと、お酢の浸透具合で、僕らはこの漬け込み具合をコントロールしていっております。近年というかですね、この商品たちはずっと日本国内でご愛顧されてきたんですけども、10年ぐらい前から、高知県の協力も得まして、海外輸出っていうのはチャレンジし続けております。ようやくですね、アメリカはじめ、EU もそうですし、イギリス、フランス、あとはシンガポール、オーストラリアと、世界中にいろんなところに、弊社の商品が輸出できるような体制になってきています。じゃあまずは弊社の工場を、見ていただきたいと思っております。どうぞ。今回のこの会社に、なんか変わったのはいつですか？そうですねミュージシャンの方やっぱ大人の洗礼を受けましてやっぱなかなか売れるの難しいなっていうところで、やっぱり実家のことを考えて、ギターを昆布に持ち替えて、これからロックしていこうかなと、昆布の世界でと思って帰ってきました。一度お酢につけたものをここで数日寝かせます。こちらで、小砂であったり異物をまずきれいに取り除いて、削りの準備段階に入っていきます。先ほど異物取った昆布をですね、ここで、きれいに表面と両面均等に削っていきます。昆布は中心部に近づけば近づくほど白くなってくるので、もう削ったものは白いおぼろ昆布になっていきます。で、削り切ったこの板の部分が、バッテラ寿司であったりとか白板昆布って言われるものになっています。
薄さで言うともう1ミリ以下ですね。おぼろ昆布もこのような白いおぼろと、あちらで削ってる黒いおぼろと、こちら見ていただいて分かる通りめちゃめちゃ広い、幅の広い昆布の種類なんですね。で、日本全国で見てもこれだけ広い昆布を削れる技術を持っているところって実は少ないんですね。結構メインなのはこう細い昆布を削っていくんですけど、この幅の広い昆布は、まあ、高知県の田舎寿司に欠かせない板昆布になっていきますね。だから技術がある職人しかこの昆布は削れない。This is from Hokkaido? Yes. And this one is from where? もう北海道です。この is the same. Oh, from Hokkaido. 職人が削った板昆布を最終的にここで、さまざまなサイズにカットして形成していきます。これぐらいいろんなサイズを対応しています。今おぼろ昆布もそうなんですけど、世界的に需要があるのはこの白板昆布が非常に需要というか供給ができなくなってきているので、形で完成になっていきます。この作業自体は、全国的に見ると家族でやっている作業なんですね。旦那さんが削って奥さんがこっちで仕上げるっていう形なんですけど、それだと技術の伝承が途絶えてしまうので、うちは会社としてここの工場で技術の伝承をしていってます。だから平均年齢も多分日本でも一番若いんじゃないかなと。皆さんやっぱりもう70オーバーとかになってきてるので、まあ次世代をなんとかつないでいきたいなと思います。寺田さんが削ってみてる。一首だけやってみる。
半分ずつ削っていくような。で、張り方変わって、それくらい離れてるのか。持ち方的には昆布が厚みが全然違うんで。そうですね、はい、これを綺麗にカッとこう貼るのはなかなか難しいですね。そうですね、均等に。もうちょっと短く持った方がいい、うん、こういうところからプチッと切れちゃうんで。そうですね、うん、Hard work on here? I'm recording now. You want to say something? No. Or just speak louder because the mic. It's very hot. Even just sitting here, it's very, very hot. Your legs are going to fall asleep. You got to be in shape, huh? Yeah. You just keep this position for 8 hours. Wow. So I'm fell. You fell, huh? I have to do diet. Okay. Thirty-five years. So, wow. In the same chair? In the same chair, sitting here? 同じ椅子ですかっていうところは、同じ椅子で35年やられてますから。椅子はちょっと変わってるかもしれない。35 years。 でももうこの工場がこっちに移転してからはずっと彼はやってもらってる職人なんで、本当にまあ、技術でいうとうちでナンバーワンの職人ですね。ただ僕らのやっぱりこう技術をこう教え合える環境があるので、他の多分昆布屋さんはもう背中で覚えろなんですよね。 Like how many hours a day do they do this? How many hours a day? 8 hours a day?
それぞれの方が大体何時間、8時間ぐらい、8時間、8 hours a day、うん、and 5 days a week or 6 days、 まあ1週間で何日ぐらい大体出勤されてますかね。かこの時期はそれはやっぱりもう6日6 days a week、 6 days a week、 a very busy season、 まあ袋詰めして、まあ、印字機を流して、まあ、X 線金属探知機、ウェイトチェッカーという形ですね。まあ、最終的にはこういったパッケージになって出ていったりとかですね。これはもうおうどん屋さん向けの商品なので、こういった大容量ですけど、まあ、スーパーとかに小袋だったらこういった形になります。もう出た、うん、いや、はい、いいですね。こちらの商品、さっき見ていただいたように、まあ、もう完全に手削りで削り上げた商品なので、まあ、おうどんであったりとかお吸い物、味噌汁とかに入れていただいて、そのまま召し上がっていただきますね。でこちら出汁昆布なんですけど、実はあの出汁昆布って出汁を取った後も食べれるんですけど、皆さん捨てておられる方多いので、こちらの商品はもう出汁取った後そのまま具材にして食べていただけるような、まあ、細く切った高知ではないんですけど和歌山の天然のカットわかめです。これもあの小ロットで、まあ、僕らは対応できるので、まあ、本当にニッチな商品ですけど、まあ、そういった、まあ、日本全国いいものを、商品化していっております。でこれが宗田節の塩昆布なんですけど、塩昆布は本当にいろんな使い方ができるんですけど、他の塩昆布と圧倒的に違うのは高知県の宗田節を使用した塩昆布になってますんで、非常に香りが濃厚で、チーズとかいろんなものと相性が非常に、パンと合わせても美味しいですね。と海外ですごく喜ばれているのが、まあ、昆布茶、梅昆布茶です。この2つはあのどちらも化学調味料を使ってないので非常にまあちょっと珍しいんですけど、まあ、日本ではお茶って呼ばれてるんですけど、まあ、日本の中でも海外でもこれお茶としてではなくて、まあ、味付けに、使っていただいてるんで、非常にこの商品はまだまだ伸びしろある商品となってます。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、今日いろいろ体験していただいたこのバッテラ昆布とおぼろ昆布をマイアミの方に、はい、ありがとうございます。いただいたと思います、はい、そしたらこれで、マイアミに帰ってですね、あの料理を作ってみたいと思いますね。それではバックトゥスタジオ、ありがとうございます。